どうもコブルルですすバルヘイムやっていきます今回は、人参スープの作り方ということで、クワや農具について紹介いたします。クワについては、こちらの作業台で作成することができます。こちらですね、大地を耕す農民の道具として、こちらを使ってですね、まあ、平らにすると。 平らにした後はどうするかっていうとこちらですねやべえ登るね火事場を使いますで火事場は前動画に出した通りで溶解炉炉ですね炉と釜を使って溶かすで火事場を作るそしてですね まあ、あの木の種とかそういった種子系とかあとニンジンの種はもう桑の状態では埋められないので使っても何に使うのかっていう風な問いが出てしまうのでこちらのかじ場でこちらの農具ですねこれを作りますなので鈴と銅のロケーションについて紹介いたします 銅と鈴のロケーションなんですが前回は銅は6か所ということで、まあ、改めて探したんですけどまだあるかもしれないので、まあ、後々伝えていこうかなって感じです銅がですね、ここですね1、2、3、4、56か所でこの上側が3か所ですねこっち左側ですね で鈴に関してなんですけど海岸岸と小さな川にあります探せはですねありますここら辺にあります、まあ、一応マッピングはしたんですけどここら辺ですねでまあもう取り尽くしたよっていうふうにしたらですねクリックするとこうバッテンがつくのででこう取ったってのがもうあの二度手間にならないような形になるんで便利なんでぜひ使ってみてください 鍋を作るにあたっては鈴が必要になります炉で溶かして鈴を10個集めてえっ、ー、とこちらですね焚き火の上にこの鍋をセットしますそうすると今鍋ないんですけど、まあ、外に置いてあるんですけどこちらにセットするとまあ料理することができます で人参スープが一番作りやすいのでにんとん3個で,とあときのこですねきのこはです、ね、森の中にあります、まあ、簡単にとってこれるのですぐに見つかると思うんですけどこれが一番作りやすいですねあと女王のジャムジャムを作るにあたっては、まあ、ブルーベリーを拾ってこないといけないんですけどラズベリーは簡単に取れるので ブルーベリーは、まあ、森の中を探索すれば集まると思うので、まあ、この2つですねこの2つを比べてどちらが作りやすいかっていうとこちらの人参スープが作りやすいのでおすすめです今回は人参の育て方そしてにんじんスープの紹介でしたこちらに関して言うと鈴と銅 そして聖堂を作るところまで桑で、まあ、土地を平らにして農具で耕していくと耕したら人参の種を植えたりそして木を植えることができます木に関しては間隔を空けながら植えないと連続で植えてしまうとあの不十分ですというふうな ステータス表記になってしまうので必ず間隔を空けながら植えていくことをお勧めいたします。この動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かります。それではまた。